来たぞー、迷宮ヘッピー再生数1億おまけ。あ、ちょっと早くね。こんにちは。今回の動画はですね、その20たちがどのぐらいダンスが上手くなったのか、それをちゃんとチェックしながらリアクションやっていきたいと思います。迷宮ヘッピーダンスパフォーマンス。ちょっと待って、待て、これって最近のやつじゃなかったですか？ここ知ってる、ここ TikTok 撮ったところ。ピヨ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 、ほら、なんかレニーディスコのカーバー動画を見て、結構期待値が上がっちゃったんですよ。特に、あやかちゃんのダンスが上手くなったから。いや、ダメだ。テンション下がっちゃダメ。どうしよう。あ、でも、なんかこの後に、一人一人、実験とか、アップしてくれるんじゃないんですかね。ここって完全にそのためのセットだと思ったので、それだったら全然 OK、 ハッピーです。ちょっと照明が強すぎるじゃない？なんか顔がみんな真っ白。いや、なんかみんなの目線が合ってる、ちゃんと。みんなの目線が合ってるから、逆に推しカメラの実験ないかも。あ、ここ好き。いやー、今みんなどのぐらいダンス上手になったのか気になる、ほんと。今も悪くないけど、なんか、迷宮ヘッピーもいいんですけど、逆に虹の向こうとかの20バダンを見たいんですよ。いや、なんか、アジツがそんなにいい状態ではない気がする。あいや、なんかし、なんかこれでも、これでも嬉しい自分にちょっとムカつく。いや、正直に言うと最近の迷宮ヘッピーの動画だと思いました。だからがっかりするのが当然だと思うんですけど、なんか今二重のネタが本当ないから、
今20って日々練習ですかね。やっぱなんかデビュー準備もまだまだやってない気がしますよ。この後は何をアップしてくれるんだろう。ピッチのダンスカバーの確率が大きいですけど、いやでも本当に20バージョンの虹の向こうが見たいな。その曲ってデビューの後からは踊ってくれない気がするんですよね。今練習してる20タッチを考えて、素直に言うとちょっと足りないけど僕も我慢します。確実に言うとまだデビューはやってないからね。デビューやってないのにこんなたくさんの人が待ってるのが逆におかしいんですよね。